ても楽しそうですね。ここは東京都水の科学館。私たちの生活に必要な水の不思議と大切さを学ぶことができる体験型の施設です。水滴くんと一緒に水の不思議を体験しましょう。当館のおすすめはアクアトリック水の旅シアターです。4面のスクリーンに映し出される映像で自分が水粒になった感覚が味わえ、森、ダムから浄水場を通って蛇口にたどり着くまでを体感できます。大迫力ですね。水の旅を体全体で体感できます。2階のアクアラボラトリー不思議体験水の実験室では、お客様の目の前で水を使った実験を実演するため、印象に残った水の性質について理解できたなどのご感想をいただいています。さっきお水だったんですけど、なんと凍っちゃいました。いろいろな水の不思議に出会うことができてワクワクしますね。水道の蛇口をひねるといつも普通に出てくる水ですが、その水が一体どのように生まれて、どこを流れて私たちのところまで来ているのか、水の大切さを学習していただきたいと思います。子どもから大人まで楽しく学べる施設です。お台場有明地区にお越しの際はぜひお立ち寄りください。